ワイズフロアは身体活動、遊び、教育を融合させた数々の受賞歴があるインタラクティブフロアシステムです。2003年デンマークで開発がスタートし、現在は世界中の小学校、特別支援学校、小児病院、保育園の子どもたちなどが活用しています。子どもたちは床の上で手と足を使い、さまざまな遊びや学習ゲームをすることができます。カラーコーンやボールなどのオブジェクトにも反応します。天井などに設置されているセンサーが床の上にいる子どもたちやオブジェクトの動きを読み取ります。クラウド上の編集用ツールを使用すると、子どもたちや先生がクイズ、幾何学、パズルなどさまざまなテンプレートから独自のコンテンツを簡単に作成できます。音声、テキスト、画像、ビデオなどを自由に組み込むことができます。コンテンツは同一の施設だけではなく、世界中のユーザーと共有しプレイすることも可能です。ワイズフロアにはさまざまな発達レベルに合わせた数多くのコンテンツが存在しています。ワイズフロア、ムーブ、プレイ、エデュケート。